трасса на Екатеринбург назад. Конничва, Штайнбахха 大学の石川です。ロシアのスベルドロフスク州の各地で森林火災が発生しています。スベルドロフスク州では5月8日の時点で少なくとも64件の火災が報告され、5万4000ヘクタールを超える森林や住宅地が燃えたとされます。今日はこのことについてお話します。森林火災が起きているのは主にロシア連邦中央部のスベルドロフスク州の各地だといいます。火災の映像は5月7日から8日にかけて次々に SNS にアップされています。山林が焼ける巨大な炎で空も周囲もオレンジ色に染まっています。ロシアの地元メディアの5月8日の報道によりますと、スベルドロフスク州では少なくとも64件の火災が報告され、5万4000ヘクタールを超える森林や住宅地が燃えたとされます。消防士やボランティアなど数千人が消火活動に参加し、ロシア国防省のミル8ヘリコプター2機や水陸両用機ベリエフ200やイリューシン76なども消火活動に参加しているとのことです。夏の森林火災シーズンに向けてスベルドロフスク州では点検の結果防災の準備ができているとロシア連邦当局が発表した後にこのような大火災が起きたということです。なおロシア天然資源省は今回の山林大火災でエゴルシンスキー、ベレゾフスキー、トゥグリムスキーの3つの森林地域で放火の事実を発見したとテレグラムチャンネルで述べました。具体的には送電線のそばで爆発音と閃光が目撃された後に火災が起こったとのことです。爆発がなぜ起こったのかについては報じられていませんが、実際に放火があったとしています。スベルドロフスク州のエフゲニー・クイバシェフ知事は各町村の首長に住民の安全を確保して火災の延焼を防ぐようにと指示しました。そして航空機や重機を含む追加の部隊を送るように連邦政府にも要請しましたが、ヘリコプターや固定翼機や重機などはほとんどウクライナでの戦争に動員されてしまっていて、出払ってしまっているため、追加の航空機や重機をすぐに投入できるかというと、ほとんど望み薄のようです。こちらは地平線から近隣の住宅地に迫る山林火災を高台の上から撮影した映像です。この映像では大火災の時に起こるいわゆる火災旋風、つまり炎を伴ったつむじ風の様子がいくつも映っています。この森林火災で多くの住宅が焼けてしまっていますが、地域にあった火薬庫にも延焼して爆発したとも報じられています。巨大な火炎で空も周囲もオレンジ色に染まっています。映像の投稿者はまるで黙示録のこの世の終わり、最後の審判のようだと述べています。今日はここまでにします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンもお願いいたします。それではまた。